リチャード・オースティン・フリーマン謎の犯人上ベッドフォード町に差し掛かった時ソーンダイクが言った「ジャービス君、ここは妙なところじゃないか」なんだか世界中の渡り鳥ことに東洋の渡り鳥がすくっている仮の宿とでも言いたいところだね。 そうとも、このブルームスベリーにはアフリカ人や日本人やインド人がたくさん住んでいる中でもインド人が一番多いのだすると私のこの言葉を事実に裏書きするように歩道に沿った向こうの家から突然皮膚の浅黒い男が飛び出してきて不安げにきょときょととうちの戸ごとに目を配りながら急いでこっちへやってくる。 狼狽した彼の様子を見てソーンダイクはあの人は何か困ってるらしいなとつぶやいた彼は私たちを認めるとすぐに駆け寄ってきて心配らしくちょいとお伺いいたしますがこの辺に医者のうちはないでしょうかと尋ねた実は私も私の連れも医者なんですが とソーンダイクが答えたするとその男はソーンダイクの袖を握って「じゃあ大急ぎですぐ来てください大変なことがあるのですから」とせき立てた2人は彼の後に従った彼は歩きながらも興奮した口ぶりで「思いもかけない恐ろしいことが起こったのです」 恐ろしいことが。どうしたんです一体とソーンダイクが尋ねる私のいとこディナナス・ピラムジが名字は私と同じですが今部屋へ入ってみると床の上に倒れてここで彼はちょっと口を切って頬を膨らましながら低い声で息を吹き出してみせ。 こんなに息を吹いて天井を睨んでいるんです。私はびっくりして手を握ってみましたが、もうダメです。死にかけているんです。さあ、ここが私の下宿しているうちです。彼は石段を駆け上った。入り口のドアは開いていた。入り口におどおどした球児の少年が張り板をしている。 私たちは広間を横切って階段を上った薄暗い2階の階段のそばの半分ほど空いたドアの入り口には女中がこわごわ中を覗き込んで中から響いてくるいびきのようなうなり声に耳を澄ましている部屋に入るとピラムジ氏が言った通り送信した男がきっと見開いた目で天井をにらみながら息をするごとに頬を膨らましている 息は次第に短く、かすかに、きれぎれになり、ソーンダイクがローマッチを吸って動向を検査しているうちに、全く止まってしまった。手首を握って脈を調べていた私は、脈が次第にゆるく弱くなり、ついにばったり止まるのを感じた。もう死んだんだ。多分大動脈が破裂したんだろう。 と私が言ったこの年で動脈破裂とはちと変だがしかし見たところそうとしか思われないねだがちょっと待ちたまえこれは何だろう彼が指さすところを見ると死人の右耳のくぼみに23滴の血が付着している彼は死人の頭に手を当てて静かに左右に動かした。 頭蓋骨が砕けているソーンダイクはそばに立って手を揉んでいるピラムジ氏に向いて「あなたには原因が分かりませんか?」と尋ねたインド人はぼんやりとした目で彼を見ながら「分かりませんねどうしたんでしょうか?多分」た何かでで激ししく頭を殴られたんでしょうとソーンダイクが言った。 ピラムジ氏はしばらく呆然とソ音ンダイクを見つめていたがやがて相手の言葉の意味を理解したように急にドアのそばへ行った廊下をうろついている2人の球児に向かっていとこと一緒に外から帰ってきた人はどこへ行ったと尋ねたアルバートお前あの人が出てくるところを見たんだろうピラムジさんに話しておあげ と女中が言った。すると9時の少年がそっと部屋の中へ入ってきてこわごは死体を眺めながらどもりがちに話した帰りかけるところを後ろから見たのですからその人が左へ回ったということだけでどこへ行ったやらわかりません何でも背の低い黒っぽい服の山高帽をかぶった人でした。 その他のことは少しも知りません。ご苦労。と言って、ソーンダイクは青年を外へ連れ出して、鍵を閉め、ピラムジ氏の方へ向き直って、その人が誰だか心当たりはありませんかと尋ねた。ありません。私がさっき隣の部屋で手紙を書いていますと、 いとこが誰やらと連れ立って話しながら帰ってきてこの部屋へ入ったのです時々話し声が聞こえましたそれから15分ばかりたつとドアを開ける音がして連れの男がいそいそと静かに出ていきました手紙を書き終わり封筒の宛名も書いてしまうと さっき来た人が誰だか尋ねようと思ってここに来てみたのです。私は最初は多分ルビーを買い取るために相談に来た人だと思っていました。ルビーどんなルビーですソーンダイクが叫んだ。大きいルビーです。しかし大きいと言っただけじゃわかりますまい。と口ごもって。 ひとしきり目を大きく見開いてソーンダイクの顔を見つめていたが急に向き直って死人のそばにひざまずき不器用な丁寧なおどおどした手つきでその上着のボタンを外し出した上着とシャツをはぐると3つのポケットのあるインド製の革の腹巻きが現れたピラムジは素早くそのボタンを外してポケットの中を探ったが ルビーらしいものはどこからも出てこなかった。すると彼は低い悲痛な声を絞って、ない、取られてしまった。しかしルビーなんかどうでもいい。おい、ディナナス、お前は死んでしまったのか。しばらく黙っていた彼はまた絶望の色を顔に表しながら、 お前を殺したやつは逃げてしまった誰も見たものがないあ,あどうしたらいいんだろうと男泣きに泣きだしたソーンダイクはとにかくこの部屋のうちに証拠品が残っているかどうか調べてみましょう例えばこんなものですね一体これは何ですと言って 部屋の隅のドアのそばから小さい皮袋を拾い上げてピラム自身に渡した。インド人はそれをつくづく眺めていたが、ああ、これはいつもルビーを入れて持ち歩いていた袋ですよ。腹巻きから出したんですきっと。何かの標示でルビーはそこらに落ちてはしませんか？と私が口を出した。 ピラムジ氏はすぐ膝をついて床の上を透かしてみたり手探ったりした。ソーンダイクと私も一緒になって探したが、ルビーはどこにもない。落ちていたものは帽子ばかり。私はその帽子をテーブルの下から拾い上げた。ピラムジ氏はがっかりして。ない。盗まれてしまった。盗んだ奴は無論。 ディナナスを殺した圧巻ですこう言いかけてふと彼は私が拾い上げた帽子を覗き込み「これはどなたの帽子です」と言ってテーブルの上のソーンダイクと私の帽子を見た「ディナナスさんのじゃないんですか?」とソーンダイクが尋ねたいいえディナナスの帽子は私のと同じです 一緒に買ったのです白い絹地の裏に DB という名前の頭字が金で記してある上にこの帽子よりもっと新しかったですこれには裏がありませんね殺したやつの帽子でしょうそうだとすれば大切な証拠品ですご面倒ですがちょっとあなたの帽子を拝見させてください ええ、すぐ持って参ります。ピラムジ氏は足早に部屋を去った。彼が静かにドアを閉めると、ソーンダイクは素早く遺留品の帽子を取って、死人の頭に合わせてみた。よく会う。ソーンダイクは帽子をテーブルの上へ置いて。よく会うね。これも何かの証拠になるだろう。と言った。 この時、ピラムジ氏が自分の帽子を持ってきて、遺留品の帽子と並べてテーブルの上に置いた。表を見れば、どっちも流行の山高帽の上等品で、どっちも黒い硬いフェルトで寸分の違いもないが、裏を返してみると、遺留品の方は革の鉢巻きだけだが、ピラムジ氏の方には白い絹の裏がついている。所有者の頭字が金色に光っている。 大工は2つの帽子を精細に検査してこれで事情がよくわかりました2人は外から帰ってくるとどっちもテーブルの上へ帽子を伏せておいたのですが争っている最中に来訪者の帽子の方が何かの拍子でテーブルの下に転げ落ち来訪者が帰る時に目の前にあるよく似た帽子を間違えてかぶって出たんですしかし、か かぶった時の心持ちで、自分の帽子と人の帽子の区別ぐらいはわかりそうなものだがね。と私が言った。するとソーン大工は？ところがなにしろ極度に興奮して慌てていたから、そんなことには気がつかなかったんだろう。そしてピラムで氏の方を向いて。時にディナナスさんが持っておられた。大きいルビーについて。 詳しい話をお伺いしたいと思うのですがどうでしょうお話ししましょうどうぞお二人とも私の部屋へいらっしゃってください彼はため息を漏らしつつ部屋を出たソーンダイクと私は証拠品の帽子を持ってその後についていった寝台のある広い部屋に入って3人が腰をかけるとピラムシ氏が口を切った いと,こと私は2人とも宝石が好きでして、私は東洋産の宝石一切の売買をやっていましたがディナラスの方はルビーばかりを専門に売買していましたルビーの鑑識に鋭い目を持っていた彼はまだ磨かぬ大きい石を見つけるために時々ビルマに旅行していましたが4ヶ月ばかり前に 重さの二十八カラット以上もある無傷の素晴らしい色合いの石を手に入れました随分金目なものでしょうねと私が聞いたそれは一口には言えませんが本当に立派な大きなルビーだったらエメラルド以外のいかなる宝石よりも珍重がられるでしょう五カラットくらいの立派なルビーは 大抵3000ポンドくらいですが、大きくなるにしたがって率の割合よりも高くなるのは言うまでもないことでリナナスが持っていたルビーはまあ5万ポンドぐらいが普通のそばでしょうソーンダイクは熱心に耳を傾けつつ遺留品の帽子の裏表を細かく調べていたピラムジの話が済むと彼が言った。 この事件は無論警察へお知らせになる必要があります。しかし、どうせ我々二人も証人として召喚されるのですから、警官に渡す前にこの帽子をもっと精細に調べてみたいと思います。ご面倒ですが、毛の荒い小さいブラシを貸してくださいませんか乾いた爪磨き用のブラシで結構です。ピラムジ氏は早速ブラシを出した。 ソーンダイクのいつもの流儀を飲み込んでいる私は別に何とも思わなかったがピラムジ氏は彼のすることを不思議そうに息の根を止めて見入っていたソーンダイクはテーブルの上へ1枚の紙を敷いてその上へブラシで静かに帽子のゴミを払い落とした手入れの悪い帽子だから縁の曲がったところなどからはおびたらしいゴミが出て間もなく紙の上には 小さい体積ができた彼はそれを細かくたたんで表には外側と記して紙入れの中にしまったなぜそんなことをなさるんですゴミを調べて何か手がかりがありますかピラム自身が尋ねたあるいは何もわからないかもしれませんとソーンダイクが答えた しかし、あなたのいとこと一緒にいた人のものとしては、この帽子より他に何もないのですから。その人の手がかりを得るためには、これをできるだけ詳しく調べる必要があります。ゴミは周りのものから散りかかったものです。周りのものが変わったものだったら、ゴミを見てもそれがわかるはずです。粉屋の帽子とセメント食工の帽子は、ゴミを見ただけで区別がつきますからね。 こう言いながら彼は帽子を逆さにして、革の鉢巻きを裏返すと、畳んだ紙切れが二つ三つ、パラリとテーブルの上へ落ちた。おやいいものが出てきた。今度は何かわかるでしょう。ソーンダイクは紙切れを拾って急いで開いてみた。何もわからない。新聞紙や一二の会場や、 ガスストーブの低下氷や大きい封筒などだ。その封筒は破れていて宛名の「NDONWC」という字が分かる限りそれから半分にちぎれていて右側ばかり残った何かの表らしい紙切れには「EL3OZ5」 DWTSEEPQ と2分の 1OZ こんな字が書いてあったなんだかわかるかいと言って私がその紙切れをソーンダイクに見せるとしばらくじっとその表を見つめていた彼はやがてそれを手帳に書き留めて「何かの意味はあるだろう」 他の材料と合わせてみると、何らかのヒントを得られるかもしれない。紙に書いてあることは、あるいは参考にならぬかもしれないが、その紙の量と、その紙が挟んであったところとは確かに参考になる。警官に見せなくちゃならぬから、元のように紙を挟んでおこう。何故え紙の量と挟んであったところが参考になるのか、私には少しも合点がゆかなかった。 しかしピラムジ氏の前で議論するのも面白くないから私は黙っていた帽子を元の通りにすると階段の方にあたってどやどやと人の上ってくる気配がしそれに続いて無遠慮に死体のある部屋のドアをたたく音が聞こえたピラムジ氏はすぐ立ち上がってドアを開けた外には一人の巡査を取り巻いて召使いや給仕などが五六人立っている 何か大変なことがあったそうですね巡査が尋ねる。実に大変なことになりましたまあ私よりこのお医者さんの話を聞いてくださいとピラムジ氏は懇願するようにソーンダイクを振り返ったディナナス・ピラムジという紳士が怪しむべき返信をしたのですソーンダイクは、 物珍しそうに群がる人々を眺めつつ言った現場に来てくださるなら私が知っているだけ詳しくお話ししましょうソーン大イは死人のいる部屋に近づいてドアを開けた彼ピラムジ氏巡査私の4人はその部屋に入った部屋の外から覗き込んでいた人たちの中から一人の中年の女が恐ろしそうに叫びながら入ってきた たまげたように死体を見つめてまあさっき召使いが大変なことがあると言いましたからアルバートに巡査を呼びにやったのですがこれは一体どうしたんですディナナスさんは殺されたんですかと言った事実を話してくださいと巡査は女の方には構わずポケットから大型の黒い手帳を出し 帽子を脱いいでテーブルの上へ置いた彼は絶望をしきって椅子にもたれながら死人を見つめているピラムジ氏に向いて「その時の様子を詳しく話してください」と繰り返していったピラムジ氏は私たちに話した通りを繰り返した巡査がそれを書き留めるとついで宗ダ大工と私は 医学上の検知から23の意見を述べて名刺を渡したそれから死体を寝台の上に乗せ敷布をかぶせた後私たちは一同に分かれて部屋を出た「どうもいろいろご厄介になりました」とピラムジ氏は温かく私たちと握手して「お礼の申し上げようもございません」「いずれお伺いはいたしますが」 もし何か手がかりでもありましたらどうかお知らせくださいと丁寧に言った私たちが部屋を出て階段を下りるとまだその辺をうろうろしている下宿人や召使いたちが物珍しそうに私たちを見た巡査の長書が僕たちの長書以上に出ないとしたらちょっとこの事件は厄介だねと 往来へ出てから私が言ったいやいやソーンダイクは頭を横に振った君にも分かったと思うがこの事件は独立した犯罪じゃない。この6ヶ月間にこれと同じ犯罪がこれで4編行われているまだ逮捕せられないところを見れば大した手がかりも得られなかっただろうがそれにしても もう何かの証拠は警察でも握っているだろう。それに今度は新しい証拠を握ったのだ。あの帽子はきっと役に立つよ。犯人はディナナスの帽子をかぶって出たのだから、よしそれを今かぶっていないにしても発見されたら手がかりになる。あの帽子が犯人の頭に合うとすれば、犯人の頭の大きさもわかるわけだ。その上我々は、 犯人の帽子も手に入れているんだしかしあの帽子から巡査が新しい手がかりを得ることはちょっと困難だと思うと私が言ったあるいは困難かもしれないしかし12の興味ある手がかりはすでに得られたのだ私は製本を頼んでおいた本屋に寄らなければならなかったので チチェスター・レンツの角でソーンダイクに分かれた本の背に金文字を入れる間待たされたので思ったより時間が遅くなってキングス・ベンチウォークの私たちの部屋に帰ってみるとちょうどソーンダイクがさっきの事件に関する実験を終わりかけたところであったテーブルの上の顕微鏡には小さいハサミガラスが入れてありそのそばには他のハサミガラスが置いてあったソーンダイクは 顕微鏡の試験は今しがた終わったところと見えて、私が入って行った時には、くすぶった色の液体を入れた試験管を手にしていた。帽子のゴミの検査だね。何か面白い事実が発見されたかいなあに、波の塵があるだけだよ。有機体や化合物の繊維があるだけだ。しかし、帽子の内側にあった二つの紙の切れ端は、 薄い飛び色でハゲのそばに生えるような細い弱々しい毛だそれから外側の血に,には酸化した鉛が混じっていた君はこの事実をどう思うねじゃあ犯人は円環公かペンキ屋だろうそうかもしれないね。と言ったもののソーンダイクは心の中では別なことを考えているらしかった。 この時、階段に足音が聞こえた。普通の訪問客にしては遅すぎる時刻だが、私たちの部屋には夜更けの来客も珍しくない。それに、聞き慣れたノックの仕方だったのですぐそれと分かった。あの音は警部のミラー君に違いない。と、ソーンダイクが立ち上がってドアを開けると、果たして外に立っているのは警部のミラー君であった。 が訪問者は彼一人ではなかったドアが開くと警部の後ろから二人のインド人が入ってきたその一人は顔なじみのピラムジ氏だ「もっと遅く来ればよかったね」とミラーが言った「しかし私にはご遠慮ありませんよ」とピラムジが言った 私は大した用事で来たわけではありませんしご紹介しますがこれは私の友人で法律を研究している神端くんですと連れのインド人を紹介した神端はインギンに頭を下げて「ただいまピラムジくんが私方に来てこの事件の話をしてあなたの名刺を見せたのですがピラムジくんはあなたのお名前を知らないので」 ただ普通の医者だとばかり思って偶然天使に出会ったのを知らなかったのです幸い私は有名なあなたのお名前を知っていましたからそれで何もかもあなたの手にお任せするように勧めたのですいや無論警察のお力によらなければなりませんがと急いで言い出して警部の方にお辞儀をしたそれで私は。 この人の言葉に従いましてとピラムジ氏が話を受けていとこを殺した男を捜索するためにはあらゆる手段を講じてもらいたいと思って実は改めてお願いに上がった次第で私も多少金は持っていますしそれに死んだいとこの財産も私のものになるのですから費用は惜しまずに使ってください ルビーは取り戻せたら取り戻してもらってもよろしいですが、なかったらそれで構いません。私が希望するのは復讐と正義だけです。もしあなたが犯人を私の手なり、警察の手なりへお渡しくださるなら、ルビーでもルビーの価格に相をする金でも喜んで差し上げます。そんな法外なご報酬には及びません。 ソーンライクが言った。あなたのご希望でしたら、私もできるだけの材料を集めて調査してみましょう。しかし、前もって言っておきますが、成功するかどうかは受け合えませんよ。その点はよく承知しています。と、神端氏が言った。しかし、あなたにお任せすれば、いかんない点まで調査していただけます。 長くお邪魔をしてもすみませんからじゃあこれで失礼いたします2人のインド人が出て行くと片手を胸のポケットに突っ込んだミラーが腰を起こした僕の用事は君にも大抵想像できると思うが実はこのピラムジの事件について命令を受けてきたんだピラムジ氏から聞くと君も現場に行って犯人の帽子を調べたそうだが 僕も調べてみた。しかし、僕が調べたところによれば、何の手がかりも得られなかったよ。僕も大した手がかりは得られなかった。ソーンダクが言った。しかし、大したものでないにせよ、何かは君も手に入れたらしい。それに、我々の方でもちょっとした検討がついた。この犯人と、 この頃新聞で謎の犯人と呼んでいる犯人とはどうも同一人らしい。なかなか捕らえにくい泥棒だ。大胆で、どう猛で、自由自在に出没するやつだ。いつでも共犯者なしに現れ、現れるごとに人を殺すやつだ。アメリカの巡査がたった一度奴のそばへ近づいて証拠を握ったことがあるだけだ。 証拠って指紋かねソーンダイクが尋ねたああところがその指紋もすこぶる曖昧なもので筋が明瞭に分からないその上果たして犯人の指紋かどうかも判明していないのだしかしとにかく指紋は犯人を逮捕するまでは何の効用もない ところで一つ相談したいのだが君も犯人を捜索しているのだから両方で信頼し合って一緒に行動しようではないか僕の方でも材料を提供するから君の方からも提供してくれたまえだって僕の方には何の材料もないのだからね確実な実証はまだ一つも掴んでいないんだよするとミラー氏はがっかりした様子を見せたが やがてポケットから1枚の写真を取り出してテーブルの上へ置きソーンダイクの方に押し合ったソーンダイクは最新にレンズで覗いてみたのちそれを私に示しながら「どうもこの指紋は曖昧でよくわからない」「曖昧だよ」とミラーが言葉を受けてたぶんザラザラとしたものに写った指紋なんだろう。 もっとも石炭屋やかまどや金物を取り扱う男の指紋だとこんなこともあるんだけどね。さあ、今度は君が材料を提供する番だ。ソーンダイクはちょっと小首をかしげて。実際材料は何もないんだよ。僕はいい加減な水量は言いたくない。しかし、クリフフォードインの51番に住んでいる人たちは、 一応調べてみたいと思っている。こんな仕事は君の方が容易にできるわけだ。そりゃあ面白い。ミラーが嬉しそうに叫んだ。しかし一緒に行ったっていいだろう今夜は遅いし、明日の朝は用事があるから、じゃあ明日の午後行ってみようじゃないか。一人より二人の方がいい。ことに、 君のような男ならなおさらだ。それから私の方に顔を向けて。三人行けばさらに都合がいいね。と言って明日の午後三時に会う約束をして喜び悼んで帰った。警部が帰った後で私は瞑想にふけった。ソンダイクは 遺留品の帽子から出た材料をもととしてクリフフォード・イン・51番地という宛名をどうして考え出したか全体あの材料とこの宛名に何の関係があるのかソーンダイクは無論封筒の切れ端に残っていた文字からこの宛名を想像したものに違いないしかしどうして彼はあれらの文字からクリフフォード・イン・51番という字を引き出したのだろう 私にはそれがさっぱり腑に落ちなかったこんなことを考えているうちにソーンダイクはテーブルの前へ座って2つの手紙を書いた1つは普通のノートペーパーに書いたが1つは頭に使用者の宛名を印刷した用紙に書いた書き終わると彼は立ち上がって切手を貼りながら僕はこれからこの手紙を入れてくるどうだ 一緒にフリード街の並木の下でも散歩してみようじゃなないか。まだそんなに遅くはないよ。フリード街はいつ行っても完成でいいねと言って私は隣の間から帽子を取ってきて一緒に家を出た2人はキングスベンチの通りからマイダ・コートを抜けてフリード街に出て手紙をポストに入れると道を横切ってクリフォード・インへ行ってみた まだ半分空いている門をくぐって庭を横切り狭い道を抜けて中庭に入ると突然騒音大工が立ち止まってとある古い家を指さし「これが五十一番だ」と言った「じゃあ例の犯人はこの家にいるんだね」と私が尋ねると「何を言ってるんだ」 君までがミラー君のように独断的な想像を下すには驚いてしまう。僕はただ、残っていた帽子とこのうちは何かの関係がありはしないかと推量しているだけで、確かなことは少しも知らないんだ。あるいは何の関係もないのかもしれない。いわば僕は、推量の白氷の上を危なっかしい足つきで辿っているに過ぎないんだ。これはみんな、僕の仮想なんだ。 だからミラー君があんなに熱心に聞きたがらなかったり指紋を見せたりしなかったら僕だってこの家のことをむやみにしゃべりはしなかったんだそのうちを見上げるとどの窓も真っ暗だが最上層の窓口は赤々と火が灯って誰かしら忙しそうにしきりと動いている私たちは入り口に近づいて門中の名札を見た1階は写真製版や 2階はキャリントント氏。この人の名は白ペンキを塗った新しい長方形の名札に書いてあるのでよくわかる一番上の3階にはバートとハイレーという2人の夜勤師が住んでいる文字の色が褪せているところを見ると古い借家人なんだろうバートの方は引っ越したのだねと言いながらソーンダイクは名札に引いてある2本の赤い線を指した 暗かったので、私には言われるまで気がつかなかったのだ。彼は言葉を続けて。だから三階は、今、ハイレーという人一人の住みかと仕事場になっているんだ。僕はキャリントンという人がどんな人だか知らないのだが、ま、それは明日のことにしよう。翌日になると、午後差し支えがないように、午前中に急いで仕事を片付け、 それが済むとソーンダイクと私はセントヘレンの精錬資金紙の心中の看板のある家へ行った2人が家に入ると間もなく相当の年配の男が帳場に現れてクレイソンから見本が来ましたよ1トンで30グレインくらいになるのですがね大したものではありませんからお返しになるには及びません 彼は大きな金庫からカンバス製の袋を取り出し、その中から十二三の石英の破片を出して長刃に並べた。ソーン大工はピカピカ光る黄色い一つを取ってポケットに入れた。それでいいですか。結構です。ソーン大工は見本をカンバスの袋に入れて、それをカバンにしまって厚く礼を述べてから店を出た。 創作の手を好物界にまで伸ばしたわけだね。と外に出た時私が言うとソーンダイクは意味ありげな微笑を浮かべながら「もう一つ吸収ポンプがないと仕事ができない」「この石英でうまく化け込むのだがその時の都合で場合によったらあるいはこの石英が飛び道具となるかもしれないんだ」 3時になるとミラーと3人でクリッフォードインに出かけた途中でソーンダイクに代わってそのカバンを持ってやるとバカに重たかった「あは,はあ石英が入っているのだな」と私は一人うなずいた門番の部屋の前に来るとソーンダイクが立ち止まって「鹿島貸事務室あり」と声を出して読んだ こりゃ入るのに都合がいい。それに門番はジャービス君と僕を知っているんだから、打ち解けて話してくれるだろう。ベルを押すと、やがてシルクハットにフロックコートという事務官全たる男が現れて、メガネ越しにソーンダイクや私たちを見て愛嬌のいい美笑を浮かべた。やあ、ラーキンさん、こんにちは。と、ソーンダイクが呼びかけた。 秋間探しを頼まれてきたのですがどんな空き間がありますねラーキンはちょっと考えてえっと待ってくださいよ5番の1階がありますがこれは少し暗いですよそれからとそうそう51番の立派な2階がまるで開いていますよ見ける際まで開かないはずだったのですが キャリントントさんが急に外国に行かれることになって開くことになったのです今朝その方から部屋の鍵を封じ込んだ手紙を受け取りましたがね面白い手紙ですよ彼はポケットを手探って1束の手紙を取り出しその中から1枚を抜いてニヤニヤ笑いながらソーンダイクに渡したソーンダイクはまず表のロンドン東部という消し印を見た後 鍵と手紙を抜き出してミラーや私に見えるように開いた書簡紙には頭に「ホルチック汽船会社」という字が印刷してありその下にはペンで「汽船ゴテンルブルグ」と記してある文句はすこぶる簡単明瞭なもの「私は急に外国から呼ばれましたので51番の部屋を捨てなければなりません」 部屋のの鍵はこの手紙に同封してお返しししいたします。しかしマダイの心配はなさらぬよう私の部屋にある高価な家具を売ればマダイを払った上にいくらか余りますから余った金で庭にカキを塗ってくださいキャリントン読み終わるとソーンダイクは微笑して手紙と鍵を封筒に収め どんな家具なんですと尋ねたお望みならご覧に入れましょうか立派なものですよと門番がクスクス笑った静かな部屋ですかええー、ごく静かです上には元バートとハイレーという二人の夜勤師がいたのですがバートさんはにぎやかな町に引っ越したので今はハイレーさん一人です あまり仕事をしていらっしゃらないふうですハイレーという人は何でも見たような気がしますね背の高い色の黒い人じゃないですかそれはバートさんの方ですよハイレーさんは背の低い少しばかり頭のハゲた血色のいい粋な方ですここでラーキンは意味ありげにちょっと鼻をなで小指を上げて。 つまりそれが商売の潰れるもととなったのですねとにかく早く部屋を見せてもらおうじゃないかとジレ気味のミラーが口を出した見せてもらっていいですかソーンダイクがラーキンに聞いたどうぞご遠慮なく鍵を持って許してくださいお帰りの時お返しくださればいいんですから たたちは中庭の方へ出たミラーは「キャリントンは夜逃げをしたのだこりゃあ有望だ」と言いながら入り口の門中の新しい名札を見上げた名札の新しいところを見ると先生まだここに来ていくらも立たなかったのだねこいつはますます有望だ一同は2階に上がった。 ソーがが鍵で戸を開けけるとミラ出出しし抜けに笑い出した高価な家具というのは台所用のショーテーブルとウィンゾル式の椅子一つとグラグラの甲板椅子が一つだけ台所を覗いてみるとガスかまどと小鍋とフライ鍋寝台には布団のない畳寝台それから荷造り箱の上に 洗面器と水管が寂しく載っている。おや、ここに帽子を置き忘れているぞ。なかなかいい帽子だ。ミラーが叫んだ。見たまえ、これがピラム時の帽子だよ。なるほど。よく見ると裏の白い絹地にピラム時の頭文字が金文字で記してある。ミラーは？ 床の上へ落ちていた青物屋の紙袋を拾って帽子を包んだ。なるほど。とソーンダイクが言った。探していたものが出てきたね。これからはどうしたものだろう。どうしたもクソもない。あいつを捕まるだけさ。あいつが気がつかずに乗ったのかもしれないが、ボルチック汽船会社の船は、 ハルトニューキャッスルに寄港する上に船足が遅いときているんだ。モグは早速ニューキャッスルに打電して船を交流してもらおう。それから刑事のパジャー君をやって逮捕させるのだ。門番には君から万事よろしく言っておいてくれたまえ。こうなったのも君のおかげだ。本当に感謝するよ。言い捨てて彼は、 大切な帽子をを小脇に抱えたたままトトントンと階段を駆け下りた私たちは次の瞬間に中庭を飛んで裏門からフェッター街に出る彼を2階の窓から見たミラー君は早まったねと後でソーンダイクが言った犯人の記録もいるしまだ証拠品も探さなければならんのに万一犯人がルビーを身につけていなかったら いくら乗客一同の荷物を探したって出てくる心配はない第一犯人が果たして船に乗ったかどうかさえ確実でないのだ全くだと私が同意したあんなに慌てんでもこのうちの捜索が済んでから行けばよかったのだしかしとにかく探してみようじゃないかじゃあこれから 3階に住んでいる人のところへ行って何か手がかりを拾ってこよう実は昨日僕の名をボルトンと偽名して夜勤上の用事で明日お伺いすると手紙を出しておいたのだもし君の名を尋ねられたら君はスティーブンソンだと言ってくれたまえ私たちは3階に上ったいつも女細ないソーンダイクがこの時は妙にグズグズしていた 関栄の用途だけはさっきの説明で分かったがなぜ考え込んでいるんだろうなぜ3階のドアを叩く前に念を入れて入り口のガス計量器を調べたりするのだろう私たちがドアを叩くとすぐ性の低いきれいに顔を剃った油断のなさそうな男が白い街灯を着て現れたそして鋭い イマイマしそうな表情を浮かべて私たちを見た「いやこれはハイレーさんですか?」ソーンダイクは丁寧に手を差し伸べたがハイレーはその手を不愛想に握った「私の手紙はご覧くだすったのでしょうね」とソーンダイクが尋ねた「拝見しました」「しかし私はハイレーじゃありませんよ」 あの人はいませんから。私が代理を務め仕事はみんな私がやってるんです私はシャーウッドというものです見本は持っておいでになりましたかソンダイクはカバンからカンバス製の袋を取り出して前へ置いたシャーウッドは袋の中からゴロゴロと石を転び出させ一つずつ取り上げて丁寧に見入った その間にソーンダイクは抜け目なく部屋の様子をじろじろ眺めていた壁際には3つの溶鉱炉があるそのうちの1つは陶器を焼くかまどのように大きい細長い棚には小さい白い植木鉢のような夜勤用の灰皿がずらりといくつも並べてありそのそばには灰皿圧削機。灰を灰皿の形に圧削するもの があり、そのそばには灰,桶が見える灰は普通の灰よりよほど粒が粗大だったソーンダイクもこの粗大な点に気がついたと見えて灰おけに手を突っ込んでもの珍しげに灰を手探っていたこの石にはあまり金が含まれていないらしいですよしかしまあとにかく試してはみますがねチャーウッドが言った。 この石はどううでしょうと今度は今朝資金紙のうちでポケットに入れた小さい金色に光る石を出してみせたシャウトはそれを手に取ってじっと眺めてこの方はどうやら物になりそうですねと言ったソーンダイクは顔の筋一つ動かさないでこの言葉を聞いたが私は 驚きの目を見張ってシャーウッドの顔を見ずにはいられなかったというのはこのピカピカ光る石こそ実は何にもならぬ大鉄鋼に過ぎなかったからだ小学校の生徒でもそのくらいの区別はできる言わんや夜勤士において親だシャーウッドは日本の石英を片手に持ったまま棚から時計屋のレンズを取って明るい窓際に行った それと同時にソーンダイクはつかつかと静かに灰皿の並んだ棚のそばによってジロジロとそれを見回していたがその中の一つを取り下ろして爪でほじくってみたシャーウッドがソーンダイクを振り向いたとたちまち彼の顔にふんぬと驚愕の色が浮かんだと思うと「よーしてくれたまえ」と彼は荒々しい声で叫んだ。 しかし、ソーンダイクは、相変わらず指の爪で灰皿をほじくっている。聞こえないのか捨てたまえソーンダイクは、相手の言葉を文字通りにとって、灰皿を床の上に捨てた。灰皿は、こっぱみじんに砕けた。ソーンダイクは、そのうちの一番大きい破片をつまみ上げた。その瞬間に私は、 それが焼けた人間の歯であることを認めたそこに底気味悪い劇的な沈黙の瞬間が続いたソーンダイクは親指と人差し指に人間の歯をつまんだままじっと瞳を据えて夜勤士を見入った死人のように蒼白になった夜勤氏はソーンダイクをにらみつつ 自分の街灯のボタンを外したとこの時たちまち深い沈黙が破れてそこに記者が衝突したような騒動が持ち上がったシャーウッドの右手が街灯の中から出かけるや否やとっさにソーンダイクは棚から灰皿を取って狙い誤らず夜勤師の額に8紙と投げつけすかさず彼に飛びかかったそれから けたたましい雷鳴のようなものと、煙のように立ち上る白いゴミ、床の上へ転ぶ自動ピストルの音。私は騒音大工を助けようと思ってピストルを握って進みよった。しかしそれには及ばなかった。ものすごい熟練の力を持った騒音大工はものの見事に彼を叩き伏せ、床の上に身動きもならぬように押さえつけた。 おい、どこかそこらに縄はないか見てくれたまえとソーンダがこんな場合の言葉としては少々滑稽なほど落ち着いた静かな声で言う縄はわけもなく見つかった縄で締めくくった箱が部屋の隅にたくさん積み重ねてあった私はその縄を2本引きちぎって1本でシャーウッドの両腕を縛り 一本で両足を縛り上げた。「さあ」とソーンダイクが言う「君こいつの手のところを持っていてくれたまえまず腹巻きをしているかどうか調べてみるから」ソーンダイクが夜勤士の直機のボタンを外してシャツをまくり上げると大きい布製の腹巻きが現れた腹巻きには革のポケットが5つ6つついている。 縛られたシャーウッドが唇を曲げて罵倒とシッタを雨のようにうるさく浴びせかけるのには頓着しないで、ソーンダイクは注意深くポケットのボタンを外し、前から順々に後ろのポケットまで手を入れて探った。逃がさないようにして体を回してくれたまえ。と彼が言った。私たちは夜勤師の背を上に向けさした。ソーンダイクが うさぎの皮を剥ぐようにシャツをのけると中央のポケットが現れたソーンダイクはボタンを外して指を突っ込み「あったあったきっとこれに違いない」と言って日本製の紙に小さく包んだものをつまみ出した彼がその包みを一枚一枚とくのを私は震えるほどに興奮を感じつつ見守った 彼が最後の一枚を解くと驚くべき紅の光が散然と輝いた。大きいルビーはついに発見された。おい、シャービス君と素晴らしい宝石を手のひらに乗せたソーンダイクが私を見た。まあ、この限りない罪悪のもとになる美しい恐ろしい宝石を見たまえ。そして、 俺が君のものでないことを神に感謝したまえ彼はそれを元のように丁寧に包んで内側のポケットに入れさあそのピストルを僕に渡してこれから郵便局へ走って行って電話でミラー君を呼び戻してくれたまえあの先生に立ち会ってもらった方がいいから私はピストルを彼に渡しフェッター街からフリーム街に出て郵便局に行って すぐスコットランドヤードへ電話をかけると、ミラー君はまだいるから、早速クリフォードインに行くという返事であった。15分経つと彼が自動車を飛ばしてやってきた。私は彼を3階に案内した。ソーンダイクはミラーに犯人を紹介して、公式に逮捕させた。 あの男をどうして僕が探し当てたか君にはわからんかもしれないが。と、二人が鍵を門番に返して木戸に着いた時、ソーンダが言った。何、実はちっとも不思議でも何でもありやしないんだよ。はじめにはさっぱり見当がつかなかったのが、だんだん明白になってきたのだ。まあ、はじめから詳しく話してみよう。むろん 探索の第一歩はあの遺留品のの帽子から始まったのだ。あれを見て第一に気がつくことはあの帽子が決して一人にのみかぶられたものではないということだなぜといって三田な誰だって帽子を初めて買う時にあんなに紙を詰めなきゃ頭に合わぬような帽子を買うものはないじゃないかそれからまたあの紙の詰め方で元は 短くて太い頭の人が被っていたのを、後に細長い頭の人が被ったことがわかる。次にはあの紙切れだ。DONWC は、言うまでもなくロンドンウエストセントラルのことはすぐわかるが、その前に N という字がある。ロンドン西中部の N で終わったところはどこかというのが問題だ。西中部には、 N で終わった町も辻もも辻広場もありはしない。だからクリフフォード・インの N に違いないということになるけれどもこれが果たして帽子の所有者の宛名であるかどうかは無論わからないもう一つの紙切れには EEP に終わった言葉とともにオンス、o z とベニウェトと DWTA の量が数字に表してあるところが ベニウェートの金ばかりを使うものは貴金賞より他にないのだだから EL はレメルで EEP はフロアスイープとなり従ってこの紙切れに書いてあることはレメルが3オンス5ベニウェートフロアスイープが9オンス半だということになる「レメルって何だい?」と私が尋ねた。 レメルというのは商売上の言葉で宝石屋の細工台からかき集めた金や銀のことを言うんだそれからフロアスイープは無論宝石屋や金細工屋の床からかき集めた粉のことを言うんだレメルは立派ではないにしてもとにかく真の金属だがスイープは金属とゴミが混合したものだしかし両方とも大切にかき集めて その道の人のところに送って、金や銀に得ってもらうんだ。だからこの紙切れは、金細工屋か錬金紙、すなわち、夜金紙か資金紙に関係があることがわかる。この関係は、やはりその帽子から発見され、ガス暖炉の低下表によって、一層意味が強くなっているんだ。なぜというに、夜金紙は、 いいつでででもガス暖炉や炉の準備がが十分でななと仕事ができないのだそれからまた帽子のゴミに混じっていた鉛もこの断定を助けている乾燥式で資金した金は鉛を混ぜて溶鉱炉に入れるのだが酸化した鉛は飛散しやすいものだから仕事場のゴミの中によく混じっているのだで僕は人名簿を調べてみた。 ところが金細工屋はどこの院にも住んでいないでただクリフフォード院にハイレーという夜勤師が1人いることを確かめたんだだから確実とは言えないまでもとにかくあの帽子とハイレーという人は何らかの関係があるということだけは分かったのだつまり今日の午後うちを出る時にはこれだけのことが分かっていたのだところがクリフフォード院に着くと 雪玉が転がるように証拠がずんずんと増えてきたまず第一にラーキンくんがいろいろなことを話してくれた第2に紛失した帽子が現れてきた僕はあの帽子を見るや否や3階に住む男に嫌疑をかけたよ僕はあの帽子はわざとあそこに置いたものでラーキンへの手紙は行方をくらますものだと思ったが とにかく僕はあの帽子で今までの水量が確かだったことを知ったのだ。だが君はどうして3階に住む人々に嫌疑をかけたんだと私が尋ねた。ジャービス君、まあ考えても見たまえ。あれは発見されたら大変なことになる帽子なんだよ。それなのに、あの犯人のような抜け目のない狡猾な悪感が、 手がかりになる大事なものを置き忘れるような間抜けたことをするものだろうか君は盗まれた帽子は2階から出てきたが犯人がピラムジ仕方に残した帽子は3階の夜勤士と関係があることを忘れているんだただし先に言ったように証拠はあの帽子がハイレーの帽子であることを説明はしているがねそれから次の話に移る前に 指紋のことを話しておかなければならんミラー君はあの指紋が曖昧なのはザラザラしたものの上に映った指紋だからだと言ったところがそうじゃないあれは臨戦かまたは皮膚が乾く病にかかっている人の指紋なんだもう一つの事実がある我々が捜索している男は殺人犯だだからその男は 発見されたらどうせ自分の命はないものということをよく知っている従ってその上一人や二人の人間を殺すくらいは何とも思っちゃいないだからもしハイレーが行方をくらましてこの男がハイレーの部屋に腰を据えたとすればハイレーを殺したのだということくらいは大抵想像できるその上 夜勤しのうちににはは死体を片付けるる何より便利な設備があるんだ。締め切った溶鉱炉は小さくした滑走路であるのみならず焼いた死体の残余物すなわち灰が彼の商売の材料になっているんだ2階に登るとすぐガス計量器を覗いてみたんだがその時僕は最近にたくさんのガスが浪費されていることを確かめた。 それから次に部屋に入ってシャーウッドと握手したら彼が極度の臨戦に侵されていることが分かった次に彼が鋼鉄鋼と金を含む石英の区別さえできないことを知った彼は夜勤師でも何でもないんだ偽物なんだ灰桶の中にも灰皿の中にも人間の骨の焼きくずがいっぱいあった灰皿の中からは 運くくく歯が出てくれたくらいだ。もっともはやその時には、僕は彼を逮捕すべき十分の確証は握っていた。しかし、彼がその時、僕の無言の失責に対して答えてくれたので、その上の確証を模索する面倒が省けたわけだ。毎年8月2日になると、決まってピラム寺身の年頃な手紙と一緒に、 上等なチルートタバコを詰めた大きな彫刻のある白弾の箱がキングスベンチ街の5番の A に送られたそれは8月2日が謎の犯人として知られていたコルネリウス・ハーネットの死刑に処せられた記念日にあたるからである